新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を受け川勝知事は感染症対策の徹底を呼び掛けましたまた県は先ほど会議を開き県内の現状を共有しました過剰に心配することなくインフルエンザと同様にマスクの着用など咳エチケット 手洗いなどの感染症対策に徹底していただくようにお願いをいたします。川勝知事は今日の記者会見で感染症への基本的な対策を徹底してほしいと県民に呼びかけました。政府は今日新型コロナウイルスによる感染症について感染が確認された患者に強制的な措置を取れる指定感染症などにすることを閣議決定しました。 県内で感染は確認されていませんが、観光面を中心に影響が出始めています。県によりますと、県内の宿泊施設は昨日の午後3時の時点で1857人のキャンセルが生じています。現在判明しているという数字でございまして、現在集計中のところ、まああと今後確実に発生するけれども、今はまあ見込めていないと。 言ったところもございまして今後さらに増えることがまあ予想されております中国との国際線が急路線ある静岡空港にも影響が及んでいます空港では職員がマスクを着用し検疫体制を強化しているものの予約のキャンセルが発生しています今後の搭乗客の状況によっては欠航を検討する可能性があるということです 感染症に対応するため、県は先ほど、関係部署で情報を共有しました。会議では、新型コロナウイルスの感染者が入院できる医療機関が、県内に10の病院48床あることを確認しました。 過剰にネット等を見て心配されないようにですね。あの、そう不安がありましたら、あの保健所の方や私どもの方にご連絡いただいて、相談に乗らせていただきますので、相談をお願いしたいというふうに思います。はい、県は疾病対策課内に専用の電話を設け、県民からの相談を受け付けていて、保健所でも相談が可能だということです。